今回は薬局開設の新規許可についてです。で、薬局開設の新規許可が必要になるケースなんですけど、どういったケースがありますか？そうですね、まあ、本当に新しく新規で薬局始めますっていう時がいるのは、はいはいはい、もちろんなんですけども、うん、そうですね、例えば、まあ、経営者が変わる時ですね、うん、まあ、もうすでに持っているのにまた新規の許可が必要になるんですね。まあ、経営者が変わるので、まあ、譲渡、営業権譲渡を受けるとか相続とか、はい、そういったケースはやっぱり実質経営者が変わるので、うん、新規扱いになりますね。他人に渡すみたいなイメージ。そうですね、うん、その他はそうですね、あと組織変更の場合ですね。組織が変わるというのは個人から法人になるとかっていう。そうですね、まあ、個人事業主でやってたのが法人でするとか、まあ、実質代表者とか一緒だけどとか、はい、それがまあ逆で法人から法人とか、あとまあ同じ法人でも、まあ、株式会社でやってたけれど社団でやるとか、はい、まあ、そういった場合も含まれますね。となると結構新規の申請必要になりそうな感じがしますね。そうですね、でまあ、こういうケースの場合だったら廃止手続きも必要になってくるので、はい、結構手続きは煩雑になりますね。あ、新規だけじゃなくて廃止もしないとダメなんですね。そうですね、はい、あと、許可の、まあ、業種が変わる時とか、それから、まあ、はい、同じ運営ポターが変わらなくても、はい、とお店も変わらなくても、うん、お店を全面改築する時とかはもうやっぱり設備がごっそり変わるので、はいはい、許可としてはもう新規扱いの手続きが必要になりますね。広くしたいとかっていう場合もそうなんだけど。そうですね、そうなんですね。それってだいぶと面倒くさい感じがしますよね。そうですね、あと、まあ、まあ改築もそうですけど移転もそうですよね。あ、はい、移転も変更じゃなくて新規。そうです、そうです、そうです。本当に設備っていうのがね、そういう意味ではやっぱり設備がポイントなんだなっていうのはすごく思いますけど、はいはい、やっぱりそこが新しくなっちゃうので、必要になってきますね。新規扱いになりますね。となると変更って思ってても、まあ、これは新規と廃止みたいなのちょっと調べないとダメ、ね、そうですね、だから事前に、まあ、今ねお伝えしたようなケースであれば新規ですけど、確認をねしていただいて進めていくっていうのはポイントですね。そうですね、まあ、許認可、まあ違うかったらひょっとしたらダメですよって行政に言われるかもしれないですね。そうですね、うん。